結局生まれたら、まだ教会あんま来てない人はね、どんどんいる。その人たちを来やすい教会、この参加しやすい礼拝を作ろうというね、まあ、実用主義ね、英語でプラグマティズムと言いますけども、そしてまあ、この野外集会ね、テンパク集会みたいなものですね、で、またこう、年に1回、次なんかこう大きなですね、大きなキャンプ場でね、集会を持つとかね、まあ、このあたりですね、非常にこう、発展していったということですね。で、まあ、そういうこの、まあ、イントロダクションですけども、このフロンティア派のですね、まあ、伝統ね、のですね、この、まあ、ルーツといいますかね、をいろいろ見ていくとですね、どういう、まあ、ルーツがあるかというとですね、この、まあ、生産式というのがですね、この今は、まあ、私たちは毎月この1回とかね、あるいは教会によっては毎週ともあるかもしれませんけどね、割合頻繁にされますけども、昔はですね、生産式が非常に少なかった、ね、カトリックなんかはですね、どう言いますか、パンは2は預かるけども、ぶどう酒こぼしたらいけないからですね、司祭だけが飲んでるとかね、ということがあるんですよね。それを、まあ、ルターは、まあ、教会のバビロンを欲しいというふうにね、結局まあ、いたらそういうのを教会取り上げてしまっているというね、いうふうに批判したわけですけども、このまあ、ピューリタンのなんかのですね、背景の中でですね、このサクラメンタルシーズンというね、その生産に預かる、ね、この準備期間というのがあってね、この年に1回とかね、そういう、まあ、形で生産が行われているということなんですね。だからもう生産に預かるというのはものすごく大きな特権であってね、そのためにですね、本当にこう身も心も備えていくというね、そういうまあ時期がね。で、それがですね、発展してですね、この、まあ、アメリカではですね、大規模なキャンプミーティングやったりね、キャンプ場みたいなのが集まって、テントを張ってね、そして、この、もともとはですね、そういう、まあ、生産に預かるための、まあ、キャンプ集会みたいなね、この、大体まあ、4日間ぐらいになってたんですけども、そこでですね、このようなのが最後に生産に預かるんですね。しかし、まあ、それがですね、どう言いますか、ヨーロッパの場合は、まあ、この、まあ、すでに占領を受けていた人たちが大切なんです。こちらでは、アメリカではですね、まだ占領を受けていない人たちもたくさん参加してくるとね、いうことでですね、それでまあ、礼拝だけじゃなくて、その伝統的な特色がね、非常にキャンプの特徴になっているというね、いうことですね。そしてこう、その、まあさまあ、3泊4日とかね、そういうの中でですね、もうたっぷりね、この伝道メッセージからですね、この興味を強調するメッセージとか、いろいろ聞いてですね、整えられてからですね、まあ、未信者は改心して、ね、洗礼を受けですね、そして、まあ、まあ、既に洗礼を受けている人と共にキャンプの割に合同の生産式に預かるというね、まあ、こういう、まあ、形でですね、展開していくというね。だからこの生産というものがですね、歴史の中で、まあ、どういうふうにね、この扱われてきたのかというのを知ることもね、まあ、非常に大事と思うんですね。私たちは今の時代もですね、本当にこう、ここ50年の日本だけでいいんでね、そしてこないしゃでいいんじゃないか、こないしゃでいいんじゃないかってね、結構、各教会の牧師が判断するとかあるわけなんですけどね。しかし、それも大事だけどもですね、もっとこのね、2000年間の歴史の中でね、教会というのは、生産というものをどのように考え、このどのようにね、それを扱ってきたのかというね、考えていくというね、ことが、まあ、大事ですね。そしてですね、そのキャンプではですね、この改心者を生み出す、この特別
な工夫がですね、どんどん盛り込まれるようになる、ね、で昔の教会というのはですね、もう非常に厳かな、ね、この賛美歌とかね、そしてこのなんていうかこう音楽的に完成した、ね、今の、まあ、賛美歌とか見てもそうですね、非常に文庫調であったりとかですね、いやこれは音楽的にどうなのかなというほどと単調であったりね、そういうことがあるんですね。しかしですね、まあ聖歌とかになってくるとね、やっぱりイギリスのメソジスト運動とかね、いうこの一種のリバイバル運動的な要素とかねありますからですね、非常に分かりやすいね。だから新聖歌なんか見るとね、さらに従来の聖歌にプラスしてね、ジャック・ヘイコブさんのね歌が入ってたりとかね、いろいろそういうコーラス調の歌というかね入ってますしですね、まあ後でも出てきますけども、非常にケント・バウス・カリスマからのですね音楽的な貢献というのが新聖歌に随分あるんですよね、うん、でまあ要するに、まあ、覚えやすい音楽とかコーラスがねどんどん発展していくんですよね。だから私たちが、まあ、今日も授業の最初ね、まあ、あれもこういう流れの中にあるということなんですね。で私、今、まあ、昨年の終わりにですね、協力研究所にいたときに、まあ、同じ時期にね、この勉強しておられた女性の方がおられますよね。その人は音楽を勉強してたんですね。なんかそういう音楽の東邦大学ですか、専門でですね、音楽と神学というなんかやってる、その人が本を出されてもらってたんですけど、ね、最近ちょっとそれを読んで、説教と音楽の関わり合い方というね、そういうようなことをいろいろな論文でまとめておられて、この賛美歌21というね、新しい賛美歌の、ね、素晴らしさをいろいろ書いておられてですね、そして説教にふさわしい賛美歌を歌うべきだというね、そんなことが書いてありました。で、まあ私はその、なんていうの、本にね、いろいろ共鳴するところがありまして、ね、賛美歌21の、まあ、本とですね、また CD を見るものがたくさん買ってますね。で知らない人が多いですからね。まあ、学生の頃は関西学院にいましたのでね、1時間目と2時間目で礼拝があったんですね、ミッションを作るんですね。でそこでいつも古い賛美歌を歌ってたんですね。だから、まあ、賛美歌のね、まあ、音色の素晴らしさとかね、文学的な価値とかね、そんなのは非常に、まあ、いつも、まあ、感動してね、歌ってたんでね、古い方の賛美歌も好きな曲たくさんあるんですけど、ね、まあ、どちらにしてもですね、まあ、今私ちょっと、まあ、礼拝とかね、あるいはちょっと、まあ、そういう教科音楽というね、非常に、まあ、関心をね、ちょっと持って、賛美歌、賛美歌と、それから聖歌、ね、新聖歌、それまあいろんなこう、ビクターの関係の音楽とかね、それからこの、オーストラリアの方から入ってくる、いろいろですね、ミュージックとかいろいろありますけどね。それと、まあ、私がアンジェル・ローダンの会でフィリピンにちょっと行ったんですね、アンジェルね。で、その時に面白かったのはね、ショッピングセンターでね、まあ、ここ今言うと、ジャストとかね、イオンとか、まあ、いろいろ、いろいろスーパー、大きな在庫なショッピングセンターでしょ。でマニラの、ね、巨大なショッピングセンターでどうぞ歩いたらね、流れているのがですね、キリスト教のコーラスなんですよ。ほんで、ちょうど前から歩いてて、中心で音楽の CD とかって、みんなキリスト教の前で音楽の CD とかってですね、非常にびっくりしました。まあ、お世話カトリックがね、クリッパーズのような映画と思うんですけども、非常にですね、そういう音楽のね、フィリピンも、まあ、まあ素晴らしいんだけど、私知ってる曲も結構流れたんですね。まあ、音楽というのは、まあ、民族
取れるというかね。そしてまあアメリカではですね、19世紀の最初の30年間ね、クリスチャン・チャーチのチャーチ・オブ・クライストとかね、もともとは改革派系のですね、そういう教職たちがですね、この改革的な実践ね、どちらかといえばこう聖書にものすごく厳格に根ざすね、ピューリタン的なあり方、そしてまたこうそれはちょっと緩いけどもですね、この聖書に根ざそうというカルバン主義的なあり方ですね、からですね、この枝分かれしてですね、その新しい聖書という復興主義ね、聖書の語るところで私たちの語る、聖書の沈黙する私たちは沈黙するというね、まあ、そういうまあ聖書主義、聖書的復興主義というね、これも、まあ、ある面での、まあ、レストレーションになったんですけどね、まあ、ペドカルスマンにおけるレストレーションというのは、まあ、アンサ通りのリバイバルの、まあ、復興というね、まあ、そういう色彩が主張がつけられるんですけど、こちらは、まあ、聖書的な あり方にこう戻るというね、でそういう流れの中でですね、まあ、いろんな、まあ、生産式なんかの考え方もですね、その動きが出てきましてね、クリスチャン・チャーチとかプリマス・ブレザレー、ね、ジョレン・ダーリンの指導者ですけども、まあ、その働き方を見るとですね、日曜ごとにですね、この生産の集いをしているということですね。これは現代の教会もそうあるわけではないですけどね、もう日曜日ごとに生産のことです、集まるごとに生産のね、この探査機をするというかね、まあ、そういうようなことをですね、この起こっていくんですね。だから こちらを見るとですね、年に1回でしょ、こちらからもう毎週あるいは、ま、毎週会みたいになってくるんですね。いや幅がね、この歴史的にね、あるというね、うん、だから聖書に根ざすといってもですね、どこまで私たちはそれをですね、こう、ね、こう規範としてね、固めていくかというね、課題があるということですね。でカルバンなんかはですね、聖書に規範を求めるけれどもですね、まあ、今日の状況とか歴史的な展開とかに視野を置きながら、やはりこうバランスの取れた考え方をしないといけないんですね。まあ、ちょっと重要な考え方をね、結構しているね、まあ、そういう面でカトリック的な儀式的なものとですね、それからまあこういうこのその反対側のね、プラスプレザレンとかアプリカとかですね、このもう一つ中間的なところには改革的なですね、まあ、重要なあり方があるというね、ことがあるんですね。私たちはもうこの真ん中からもうちょっとこう、左手で、まあね、自由なあり方をですね、求めるような傾向がね、あるんじゃないかという感じがね、あるんですけども、そしてまあ、そんだけ頻繁にやるからですね、礼拝の知識者あるいはこの生産をですね、この指揮者するのはですね、この信徒の参加というのが出てくるんですね。まあ、ブレザレンはもともと教職制度を否定するとかありますから、そうなんですけどね。で、この辺でも、まあ、どっちかというと、儀式とか、そういうあれが大事なところは、まあ、この生産の儀式、伊藤洗礼の指揮をするのは、まあ、いったら、安心された教職者というね、ね、こちらも教職制度まで否定するというね、これだけになり方になっていると、もう、まあ、信徒の中の代表的な人がそれをやるというね、ことになっているというね、そういう意味で、まあ、教会からのね、このまあ、非常な幅がね、出てくるね、まあ、これは大体、まあ、前も言ったことあると思うんですけども、まあ、秩序とカリスマというね、まあ、カリスマにはカリスマ運動のカリスマじゃなしにですね、この、まあ、この、なんか、実
質とは言ってるんですけどね、実質的な、ね、ね、あの要するにそういうね、あの信仰的な面でですね、この尊敬されるべきものがあればですね、まあ、その役職関係なしに、まあね、リーダーとして立てられるというか、あの言葉がかかったら指揮をしてもいいというふうに ね、まあ、この中に広さがあってですね、まあ、非常に秩序とか、まあ、こちらはまあ儀式とかね、役職とかね、あるいは、まあ、さらに含めれば神学のようなものもね、含めて、まあ、それはもう客観的なものを、まあ、非常に大事にする考え方ね。ね、でこちらはですね、あの、ある面主観的なものね、あるいはこう実質的なものね、まあ、こちらは客観的、あるいは形式的と言ってもいいですけどね、形式を大事にするというね。で、まあ、この間にですね、まあ、あのこちらに行けばですね、まあ、あの一番恐るべき秩序に固まっているのは、まあ、カトリックであるし、こちらに行けば教職制度も指定するブレザレンね、ブレザレンね。で、まあ、真ん中辺に、まあ、あれ、ここが的なあり方があると思うんですけども、カリスマは大体、まあ、この辺りですね、まあ、あの、真ん中よりはちょっとこちらよりというかね、実質を重んじるところは、このアフロですね。で、まあ、この、宣伝に対してはですね、このフロンティア派ではですね、信仰を前提として宣伝、ね、をやるというね、このでヨーロッパの場合はですね、あのルター派の改革を持っているので、みんな用意宣伝ですからね、まあ、そういう面でですね、こう信仰、宣伝、ね、宣伝もですね、神殿方式がですね、この重んじられる傾向があるんですね。ただですね、この、まあ、あの、まあ、礼拝に関するですね、聖書的かな、ね、聖書は礼拝について、どうあるべきか、ね、それをですね、まとめるのは本当に難しいんですよね。で、歴史を見るとですね、本当に、まあ、そのことが分かるんですね。で、ピューターなんかでもですね、なんかあれだ、学習しない礼拝、ね、使用しない、ね、昔は、ね、どうであるか、ね、まあ、楽器もなんかシナゴグでですね、みたいなことで、結局ね、みんなが神父を歌うみたいなね、そんな、まあ、礼拝だったわけですね、まあ、非常に、まあ、単純というかね、飾りもなくてね、だから、まあ、ルーターなんかだったからは、ルター派がですね、カトリックの中の中でもですね、聖書で禁止されているもの以外はみんな受け入れたんです。音楽も受け入れたし、歌もね、それからその、どう言いますか、教会の装飾もね。しかし、改革家系、また、ピュリタンだとするとですね、より聖書に戻る、より聖書に戻ると思ったらですね、全部こう、ね、聖書にはっきり書いていないもの以外は全部やめようというのが、まあ、改革系、まあ、ピュリタン系の礼拝の考え方ね。だから、教会の中も大体、ちょっと公民館に似たようなね、教会に似た十字架も会場の中にないと、ね。そこまで、でルター派の教会ってのはものすごく装飾がね、なった、ね。バッハは音楽がすごいでしょ。ね、まあ、その上でですね、音楽についてもですね、いろいろ考えてた。今でもそうですよ。だから私たちが新学生のね、カベランター書店っていうね、三宮にまでありますけどね、あと、本屋さんがよく本を持っていたんですよね。で、私たちは恋愛の中で、
心の中でメロディーをとかいろいろコーラス集をねよく使ってるで、そんな注文するでしょ。いや、うちは扱ってませんって言われて、ね、今はいろいろ扱ってますけどね、ちょっと緩くなっちゃって、今はね。で、昔はね、もうちょっと宣教師の人が厳格でね、私たちはね、そういうこの賛美に関しては詩編を歌うようなね、バランスなんでね、そういうような例がありますはい、そういうのですね。それからは、生産力ですね。昔は、ね、最後の晩までこう、一つの杯をね、回し飲みにしていたと、ね。だから私も、まあ、一つの杯を回し飲むのね、キャンプで、御殿場の方のね、教会にね、一度、まあ、合流参加したと。でそこでは、一つの杯から回し飲みするね、ずっとね、大きな杯ですね。そういうの、初めて、ね、経験しました。いろいろ、私たちは、ガラスのコップで飲まれたりとか、自分で飲むでしょ。ね、でパンも自分で飲むでしょ。聖公会に行くと、口開けてこうしてね、ツアーでラッパーさんが餌もらうようにね、口開けて、掘り込んでもらうので、まあ、ね。まあそういう方ですね。どこまでこの厳格に聖書に戻るのかという問題があるんですよね。で、聖書に戻るんだとね、クリスチャンはね、あの時代はサンダル履いてた、ね、革靴履いてない、ね、サンダル履くべきだったんです。裸足寒い玄関にあって水の洗いを受けてね、僕じゃ信徒の足洗わないですよね。まあ、どこまで